さて始まりました、アマテスチャンネルです。さあですね、なんかコメントが来てたりとか、DM ですか。まあちょっとツイッターのね、DM は普通の人なんか送れないみたいで減りましたけど、だいぶ。この早稲田ノアさんという方に関してね、取り上げてほしい、その合否問題。なんつった合格詐称。合格詐称なんて言葉あるの、そもそもそんなの。それについて取り上げてほしいっていうのが来てたんですけど、初めて聞いた方だし、そう、よく知らないです。コメントに来てたのは見たけど、でも何のことだか分かってなかったので、昨日の発表、合格発表に関して、なんかいろいろあったらしいですね。はい。で、取り上げてください。ね、合格してたのに、合格してなかったのにしたと言ったってことなんですか？で、それが取り上げられているということですね。で、まあ、よくわかんないですよ。受験インフルエンサーって書いてある記事もあれば、記事なのかもわかんないけどね、こんな単なるまとめだと思うけど、のもあれば、一般人と書いてあるのもあるし、なんかよくわかんないんですよ。ただまあ、なんかすごいフォロワーはいたんだか、いるんだか、なんでしょ？はい。情報がまだあんまり多くてわからないんですけど、と、まあ、知らない人も多いと思うので、僕と同じ状況の人も多いと思うので、まず、東洋大学に通っている人、通っている女性の方。で、仮面浪人をしたっていうので合ってますか？はい。その認識で合ってます。で、今年の受験に関して、まあ、受験生として、まあ、浪人生として、インフルエンサー活動してたの？それとも単なるツイッターで上げてただけなんですか？そこもよくわかんないんですよ。まあ、で、ノートがどうたらとか、質問箱はノータラっていろいろ書いてあるんですけど、ちょっとよくわかんないんですが、はい。で、なんかあんまりちゃんと勉強してないじゃないかみたいな意見がいろいろと出てたと、はい、いうことです。まあまあまあ、その浪人のね、人たち、なんか他の人たちが遊んでると叩きたくなるっていうのはなんかよくあるんですよね。で、そういう状況だったと。で、そういうふうにちゃんと勉強してんのか、みたいな感じ言われてたけど、法政大学と明治大学に合格をした。なんか疑われてるらしいですけど、はい。その何学部かちょっとわかんないですね。その知ってる方いたら言ってください。はい。で、合格していて、で、わー、すごいみたいな感じで、一気に、ダーンと人気になったみたいな。そのタイミングで合ってますか？それよりも前のタイミングで人気だったんですか？よくわかんない。そのインフルエンサーなのか、そもそもインフルエンサーじゃないのかもわかんないので、インフルエンサーだったらもうその前にいろんなもので発信してたのかとかさ、そういうのもわかんないですけど、はい。それで、すごい努力したんだね、すごいすごいって言われていた。で、早稲田の合格発表、人価が27日ですね。はい、昨日、行われまして、で、そこで合格したっていうのをツイートしたと。ポストですか、今だと。はい。で、それに対してみんなわーって言ってたんだけど、そのポストはどうも偽物だったのか、みたいな感じ。はい。で、疑われている。ね、ちょっとなんか、ちょっと聞いたことあるような状況ですけど、はい、はい。で、それは、どこからかの拾い画だったのか何なのかっていうような状況で疑われているだか、疑われていたってことですね。で、アカウントを消したのか、ツイートを消したのか、みたいな状況ってことですね。で、もともと、なんかそのアカウント自体を売りに出していたってことですね。で、なんか学費だか入学金のためだか何だかのためにそのツイッターのアカウントですね。何万人かのフォロワーがいたやつをその売りに出したっていうことですね。で、オークション形式でやって一番高かった人にそれを売り出しますって言って、なんかペイペイで先払いとかで書いてありましたっけね。はい。まあ、これはちょっとどうかと思うけど、そんなことしていいのかどうかわかんないし、ここだけ切り取ったらね、その学費のためっていうところも切り取ったらだいぶ、おいおいおいってなったのかもしれないですけど、それに対してなんかそれはすごい価値のあることだ、みたいな。そんな2万人フォロワーがいるなんて、東大受かる人たちのパーセンテージよりも少ないみたいな書いてありますけど、いやいやいや、東大入ることの方がはるかにすごいです。はい、母数が全然違うじゃないですか、そんなの。その世界にすげえたくさんいる中の2万人と、ね、東京大学も合格じゃ全然東大の方がすごいですよ、はるかに。はい、誰でも持てるツイッターアカウントとね、全然違う。で、ただその売りに出すっていうのはよろしくないというか、ダメですよ、規約違反ですよ、みたいな。そう、アカウントの売買っていうのはダメですよ、みたいなのを指摘されて、おいおい、これはどうなんだってなってたと。そのツイッターアカウント自体もその売買はなくなったのか、あったのかわかりませんが、とにかくその3月の前になくなったというか、いなくなったっていうのが、それが27の段階で、で、そこで、ノートですね、有料のやつね、それを出して、ミアンって書いてあったよね、題名がね、ミアンっていうのは、ごめんって意味ですけど、韓国語でね。で、それを出して、で、実際は受かってませんでしたっていう内容だったと。で、ただなんか続きを読むには、300円払わなきゃいけないみたいなので、その謝罪を、
有料で出したっていうのでまた話題になるというか、すごいこと書かないですね。新しいスタイルだよね、謝罪を有料で出すって。ちょっとわかんないけど、怒った人もいるのかわかんないけど、笑ってしまった。なるほどって思った。で、まあいろんな説がね、出たりとか、賛否両論になってると。なんでこんなに良くないっていう人もいれば、いや、素直に謝ったんだから、いいじゃないか。ね、本当に頑張っていたのは本当なんだからっていうところが、いや、そもそもそんなね、これ自体が全て嘘でとかって言ってる人もいるよね。ただただこう、作られた話なんじゃないかとかってね、いうのもありましたけど、それは全然わかりませんけど、あ、そんなことあるんだなって思った。はい、何だっけ、鈴なりカレンさんでしたっけ、が慶応にね、合格するみたいなのでね、模試のやつが模試が虚偽だみたいなね、なっててさ、ね、もうなんかこれも聞いたことあるな、はい、でそれで早慶戦とかって言われてますけど、意味が分からない。早稲田にも慶応にも入ってない人たちなのに、なんで早慶戦なの、もう意味不明なんだけど、とかって言われてますけど、はい、でとにかくよくわかんないことがいっぱいなんですよ、はい、学歴詐称はあるけどね、受験のこの合格詐称なんていうの聞いたことないので、はい、よくわかんないですけど、合格詐称とか受験生、受験インフルエンサーっていう単語も初めて聞いたけど、はい、そういうもので、よく怒ってる人たちいるんですけど、そのあのね、怒ってる感覚がよくわかんないので、全然勉強してないのに早稲田受けるなんて受験生に失礼だとかっていう人いるじゃないですか。全く感覚がわかんないです、それは。どういう意味なので、全然学力が足りてないのに受けますとか言ってる人は失礼だっていう人いるじゃないですか。全然感覚わかんないです。詐称だっていうね、合格したの嘘つきやがってっていうのは、いい気分はしないけどね、それはいいことだとも全く思わないけど、嘘ついてるので、それにめちゃめちゃ怒ってる人たちっていうのをちょっとよくわかんないです。誰かがこう学歴詐称してたとしても、僕は別に何とも思わないので、はい、なんていうか怒るっていう感覚がないので、それに対してです。どういう感覚なのか、例えばトイック満点取ってないのに、俺はトイック満点講師だって言ってわーってなったら、すげー人だなーとは思うけど、それをなんか憎むとかは全然ないので、なんかほら、ショーン・ケイとかさ、学歴詐称してたってなって、詐欺師だわーってなった時もさ、それはですね、そのショーン・ケイとそれを信じて、なんか本買いましたとかさ、お金払いました、寄付しましたとかっていう人たちが怒るんだったら、全然ね、はい、その通りだと思うし、納得いくんだけど、全然関係ない人たちからすると、何に対して怒るのかちょっとよくわかんないんですよね。はい。だから、あの、模試のやつもさ、そのね、模試の結果でお金をもらおうとするとかだったら、そりゃダメでしょうっていうふうになると思いますけどね。ただただ模試の結果をこうでしたってあげて、嘘つくんじゃねえ、真面目にやってる受験生に対して失礼だってなる感覚はよくわかんないです、ちなみに。はい。自分に何の害もないじゃないですか。でも、その許せないっていう感覚、それ分かんないので、はい、ぜひ何に例えようかって考えても浮かばないんですよ、全然。それに対しては何の怒りもないので、自分自身がなぜ怒るのかがちなみに分かんないです。そんな叩く人は出るだろうなっていうのは分かります。でも自分はそれを叩く気に全くなれないから、何とも分かんないです。合格詐称して、それによって何かしら、まあまあ自分を大きく見せたいとかだったら、ね、まあそういう人いるでしょうけどさ、それでもしその合格詐称してそのアカウントをね、すごい高く売るとかってなってるんだったら、まあちょっと問題だとは思いますね。それは良くないなと思うけど、その合格詐称だけで一体何になるのかがちょっとね、分かんないので、教えてください。僕すいません、分からないので、その感覚がです。それでドワーッと人気になることが許せない。それでなんかこう、みんなフォロワーが集めるとか、なんかリツイートとかいいねとかが集まるのが許せないですかね。自分は勉強してるけどそんな人気ないのにとかですか。よくわかんないので、はい、その辺のことちょっとね、教えていただければと思いますね。はい、ぜひよろしくお願いします。あ、ちなみに藤川さんのね、藤川天さんのね、最近動画出てないじゃないかっていうことなんですけど、あの、本当は撮ってあってたんですけど、あ、ちょっと全然関係ない話でごめんなさいね。出すはずだった、そう入院してる時の動画とかもあったんですけど、話して、で退院しますってなって退院して、その後また倒れて緊急入院しちゃったんですね。なんでそれであのお蔵入りになってます、ちなみにその時の動画は、はい、あ、また入院しちゃったから、あ、出せないなっていう感じになって、わかんないです、どうするのか。まあ、その後また退院して今元気なんで、まあ、このまま元気だったら、まあ、その時の動画を出してもいいかなと思ってるけど、まあ、あの時は、はい、緊急で本当にまた入院しちゃったんで、あ、これ出せないなっていう、はい、感じだったんですね、はい、ということでございました。はい。
あ、ちょっと本編には関係なかったですけどね。はい、ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。テキフォーチン、ぜひコメント欄でお聞かせください。わからないので。そもそもさっきのあの喋ってた事項も合ってるのかな、間違ってたら言ってください。